このそば。0点だよ。はあ、少なく見積もっても120点でしたよ、今日の爆裂は。多く見積もっても0点なんだよ。モンスターにマグロ横取りされそうになったからって爆裂魔法打ち込みやがって、マグロごと吹っ飛んだら意味ないだろう。いい加減他に使い勝手のいい上級魔法を覚えろよ。カズマ、仲間に言い過ぎだぞ。ねえ、借金また増えちゃったんじゃない？どうすんのよ、もうバイトは嫌なの。いつもこいつらに振り回されて、アニメやゲームの主人公ならそろそろモテモテになってもいい頃なのに。めぐみ、ねえ、めぐみいる？そしてカズマさんも。ああ、いやいや、どうしたんだよ、そんな剣幕で駆け込んでくるなんて。カズマさん、私、私、カズマさんの子供が欲しい。モテ期入りました。喜んで。お父さんから手紙が届いたの。これですか。この手紙が届く頃にはきっと私はこの世にいないだろう。どうやら光魔の里が魔王軍の幹部に襲われているようです。もう一枚ありますね。占い師は里の壊滅という絶望の未来を見た日、同時に希望の光も見る。それは光魔族唯一の生き残りユンユン。やがて駆け出しの町である男と出会うことになる。頼りなく何の力もないその男こそが彼女の伴侶となる相手であった。おい、なんでみんなで俺を見るんだよ。ユンユンもそれだけの情報で俺のとこに来たのか。そして月日は流れ、その男との間に生まれた少年は旅に出る。少年こそが一族の仇である魔王を倒すものであった。つまり族長の娘である私がカズマさんと子供を作らないと世界は大変なことになっちゃうんです。俺たちの子供が魔王を。分かった、そういうことなら任せとけ。世界のためだ、仕方がない。お前というやつは普段は優柔不断なくせに今日はどうしてそんなに男らしいのだ。待ってください、まだ続きが。光魔族英雄伝第一章、著者アルエと。アルエが書いてたの？アルエのバカ、信じちゃったじゃない。ねえ、どういうこと？アルエは作家を目指している里の同級生なのです。なんだ、ただの作り話か。ねえめぐみ、光魔の里に一緒に行くわよね、心配よね。里のみんながそうやすやすと負けるわけないじゃないですか。大丈夫ですよ。そんな、いいわ、私だけでも行くんだから。めぐみ、どうするんだ？里に危険が迫っているのは本当みたいですし、仕方ありません、向かいます。別にユンユンのためじゃないですからね。この世の天国を味わわせてあげる。お断りします。
す。帰りたい。もう家に帰りたい。うわ。我慢した。ピチピチの16歳、スワッツナーズです。さあ、あんたの話、自己紹介してもらおうと。うちの息子はシャイなんて出せません。誰か、助けてくれ。ボトムレススワップ。オークたち、このまま沼に引きずり込まれたくなければ、今すぐ立ち去りなさい。怖かったよ。ありがとう。ありがとう、ユイユ。人のローブで鼻を噛まないで。カズマ。よしよし、怖かったのね、カズマ。もう大丈夫。大丈夫。いい加減泣き止んでください。静かに。何者かが近づいてくる。騒がしいと思ったら、子魔族のガキ二人と冒険者風の人間どもか。見逃してはねえな。こいつらの首をあの方への手土産にしよう。少子、どこぞの手下などに遅れを取るわけがありません。この私の力見せてあげましょう。待て、めぐみ、敵の数もわからないんだ。爆裂魔法は温存しと。エクスプロージョン。どうです、カズマ、今の爆裂魔法は何点ですか？マイナス90点をくれてやる。敵がいるのにいきなり魔力使い果たしやがって、どうすんだ。金スバ。魔王軍がよく攻めてきている。我が名は我が左目に封印せし、我が左目に封印せし、負けたことねえから。あー、優秀な仲間が欲しい。大いなる魔導の旅が始まりますね。大いなる魔導の旅が始まりますね。大いなる魔導の旅が始まりますね。やがて高魔族の王さ。